行くぞ。オー。一番人気は里麻也こと佐藤麻也。さあどんな優勝戦となるのか。スタートまで5秒を切りました。アフターシックスナイターオッズパーク杯優勝戦スタートしました。1番の田崎いいスタートを切りました。3番の中谷接近するのは30メートル各社であります。5番の吉原が今日も行きました。そして田村二郎佐藤もや最後方から新井啓太の並びになっています。1周3コーナーで田村がここは間髪入れずに5番の吉原を捉えました。最終半から田村二郎が追い出しを蹴った。流れた吉原恭介佐藤もやが続いて5番手に上がりました。先頭は1番の田崎萌衣であります。2番手はここで肩のを捉えた3番中田圭一郎。1番の田崎を追い上げる体勢を中田が作っています。3番手には肩の理沙、そして4番手田村二郎、坂田佐藤麻也が続いています。6番の新井啓太は現在6番手の位置、残りは4周回です。1番の田崎が引っ張っています。さあ至近距離に3番の中田圭一郎の姿があります。3番手には片野理沙、そして4番手田村を捉えた佐藤麻也、ここでリズミカルに4番手に上がっています。さあ1番の田崎を追って中田圭一郎、まだ仕掛けを試みることができません。レーサー中盤戦です。仕掛けどころを探っています。サードのバックスレッチはどうか。内を締める田崎、3番の中田圭一郎に付け入る隙を与えません。走行している間に7番の佐藤麻也が3番手にいきなり急上昇です。残りは2周回、さあどうだ。1番の田崎萌衣が中田を食い止めています。辛抱する競争になりました。さあどうか、さあどうか、中田圭一郎、ここも入れない田崎であります。田崎が先頭だ。2番手中田圭一郎、4コーナーを立ち上がると目の前にはブルーフラッグ。3番手は佐藤麻也、昨日のように準決勝のように最終コーナーで二射切りを敢行するのか。1番の田崎は逃げている。さあ中田が並んだ、捉えた。先頭は3番の中田に変わった。2番手争いは3選手混み合っている。インコースから新井啓太、さらには佐藤麻也、外には田崎、勝ったのは中田。中田圭一郎、最終バック渾身の仕掛け、功を奏しました。ではお伝えします。アラブの資金2連単は3番1番2500、210円、11番人気。2連複は1番と3番の組700、210円、4番人気。3連単は3番1番6番15160円、51番人気。3連複は1番3番6番の組2600等円、10番人気。